君のおかげで今年の願い事の対応は全て終わったよ。今やっているのは月の木屋のアフターサービスみたいなものかな。叶った願いはこうして木にかけるんだ。あとここに来られないもしくは来たくない人の分は僕が代わりにかけているよ。その気持ちは来年までお預けかな。漂白者が来る前に最後の一個が終わっちゃったんだ。月追祭の間願いが叶った人たちが次々と灯籠をかけに来てくれてね。手元に残ったのはほんの少し、来れなかった人の分だけ。それに君は今年の月追祭のために随分と奔走してくれた。だから君にも初めての月追祭をちゃんと満喫してほしいんだ。あとは僕に任せてほしい。うん、休める時にちゃんと休まないとね。それがお祭りの日ならなおさらだ。もうすぐ月追祭は終わるけど、宵月会の露店ならまだやってるよ。まだ遊び足りないのだったらセールを始めたお店も多い頃合いだし行ってみたらどうかな。こう見えて気になるお店は毎年全て行っていたんだ。今年はその余裕がなかったけどね。漂白者も何年かここにいればこれぐらいわかるようになるよ。それは否定できないかも。一人で理論やデータ検証待ちの仮説に浸っている時間は僕にとって大切なものだからね。でも時々研究から離れて賑やかな喧騒の中に飛び込むのもまた違った楽しみがあっていいものだ。僕のかい？君もすでにいろいろと見てきているだろうし、ここは僕と一緒に少し散策してみようか。この前月壺打ちをやった時君興味津々だったよね。漂白者は実践経験が豊富だし、あらゆる能力が平均値を超えている。射撃の腕だっていいはずだ。ならより挑戦的な遊び方を教えてあげよう。月壺打ちはいつも大人気なんだ。店主が毎日的を張り替えてもすぐにボロボロになってしまうほどにね。でも実は中心から指半分くらい下を狙うと当てやすいという裏技があってね。やり方自体はそう珍しくないけど、銃口に角度をつけて的のウサギの左耳と手元が水平になるよう標準を合わせて撃つことがポイント。これで中心を撃ち抜くと同時に貫通させた弾を次の的の中心まで到達させられる。その通り、ふさわしい角度を見つけてあとは力を利用する。まあ原理としては子供の頃に川辺でやった水切りみたいなものかな。一昨年の月追祭で実際にお店でやってみたんだけど、一発で三つの的を撃ち抜いたよ。それから店主がこれを客引きの目玉にし始めたんだ。何でも僕の記録を破ったら月見限定プレゼントがもらえるらしいよ。よかった、
興味を持ってくれて嬉しいよ。それはさすがに難しそうだね。小数点以下2桁まで計算が必要になるのかな。もしかしたら義手を使えばできるかもしれないけど、それじゃ出禁にされてしまいそうだ。そうならないためにも引き続き左手を使うつもり。漂白者との公平な勝負のためにもね。まあ実際のところ僕は結果より未知へとたどり着く過程の方に興味があるんだ。これは研究ではないから、勝ち負けよりこの遊びを楽しめたかどうかの方が重要だと思う。漂白者もそう思わないかい？それじゃあ来年の月追祭も一緒に回れるよう君を予約しておこうかな、漂白者。変だよね。来年の今君が何をしているかなんてわからないのに。でもこの月を見ていたら君に今伝えなきゃいけない気がしたんだ。もちろん一緒にみんなの願いを叶えるのも楽しかったけど、君と一緒に月壺打ちをしたり、団らん餅屋で新しいお菓子を食べてみたい。人混みに流されながら目的もなく歩いてみたい。まだ一年も先のことなのに、君と一緒にやってみたいことがいくらでも思いつくんだ。まだ具体的な予定は立てていないけど、君と過ごす月追祭はきっと最高に楽しい時間になるんじゃないかな。じゃあ君のその願いは来年の月追祭の願い事として受理しよう。月の際の使命のため、僕自身のため、そして君のために必ず叶えるよ。